はい、どうもひこぼんです。今回のイベントから実装されたメガ鬼氷、ソロでやっていきたいと思います。早速このメガバシャーモが活躍する時です。バシャーモ強化させます。レベル40まで強化。アメックスレベルは脳使用でいきます。でね、一応パーティー作ってきました。こんな感じでいきます。ちょっとね、不安なのが残り15分しかないんですよね。いけっかな。とりあえずバシャーモメガ進化させます。メガ進化 OK です。で、相棒テラキオンにします。足にねマークがついてるんですよねでは行ってみます。おそらくね、いけると思うんですよね。メガ鬼氷さん、お初にお目にかかります。いきます。一応グループコードを作っていきます。難しいとこだな。残り時間が短いのがなんだな。試せて3回かな。対策しようがないんですよね。それぞれをねちょっとムキムキにするぐらいかなという感じです。待つとこの待ち時間が長い、急いでると短い。では行ってみたいと思います。行くぞメガ鬼氷。あたた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 た、お、いけそうな気がする。全然ダメージを受けない。はい、受けるな。打てる打てる。よしよし。相手の技はシャドーボール。聖なる剣が活躍します。おお、結構食らうな。うわ、痛いな、シャドーボール。いけ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 。シャドーボール。ズゴーン。メタグロスがやってくれるはず。厳しいな、これ。シャドーボールが痛い、とにかく。ダメだこれで、もう一回いきます。難しいかなこれ。技に恵まれなかった気がする。うわ痛い、これは厳しいな。これは無理だ、ダメだ、勝てません。難しいな。ちょっとこれは出直します。ムキムキしないとダメっすなこれね。あと6分、難しいなこれな。まずったな。あと5分。ダメ元でなんかいろいろ誘っています。ダメ元でね5人誘っていました。誰か1人でも来てくれればいいんだけど、誰も来ず。あと残り3分。終わった。いけると思ったんだけどな。無理でしたね。ムキムキにしないとダメだったな。技がダメだったのかな。シャドーボールが、シャドーボールがとにかく痛い。なんかいけそうな感じはしたんですけどね。ダメだな、シャドーボールが強すぎる。バッタバッタやられていきます。黒パンチはダメだよな。150秒で黄色にもできないんだもんな。一応最後までやってみます。これね、波動弾だったんですよね。黒パンチはいけないんだよ。頑張ってみる。全然ダメでした。全然ダメだこれ。終わりました、残念。はい、どうもひこぼんです。リベンジです。今回はね、深前からスタンバっております。前回はね、舐めすぎました。ツイッター検索した時にね、超絶ライト勢でも倒せたってあってね、それで油断しました。今回はがっつりいきます。ブーストもかかってます。深です。では一丁いきます。メガ鬼氷いくぞ。グループコードを作っていきます。新規グループで、今回は、あ、間違えた。メガ進化しないとダメなんだ。メガ進化と、いかんいかん、タイムロスだ。 OK です。では行きます。グループコード作っていく。2名いるんですけどね。レシラも入れてきます。はい、なんだ入って、ポン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 、これで OK でしょう。今回はね、倒せなかった場合はアメちゃんのお母さんに来てもらいます。心強いです。おそらくこれでいけるんじゃないかなと思います。ではリベンジ1回目いってみます。いくぞ。おそらく、あ、技次第だな。ジャイロボールってやつが良さそう。シャドーボール来たらアウトです。あ、結構削れてる。あー、来ないぞ。なんかなかなか打ってこない。
あ、雪なだれ。オッケーです。これいけそう。おそらくいけるんじゃないかなと思います。もう一発撃て。当たった。これは大きい。おお、今一つ受けてます多分。あー、結構削られるな。連打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 。うん、結構早くやられちゃいます。連打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 。前回ねブースト分かってませんでしたからね。今回とは全然違います。あ、今打ちたかったな。雪ながらボンボコ打ってくるな。どうなんだ、いけるのかいけないのか、どっちなんだい。全滅するとね、相手が回復するというのが厄介ですよね。厳しいなこれ結構。時間的には悪くないけど全滅するんでね、相手が回復するんですよ。多分ね、全滅してね、回復してる間にね、相手休んでるんですよ。なもんでね、回復しちゃうんですよ。そういう設定でいきましょう。バグなんかじゃないです。悪くなさそうだけどな。ここできました、全滅。タップしても回復できないことがあるんですよね。よいしょ、おっ、よいしょ、いけるかもしんない。頑張れメガバシャーモ。いけるかな。頑張れ頑張れ。一人で倒したからどうだっていう話なんですけどね。そういうのが面白いんです。自己満足ですね。あー、やられてしまった。連打連打。いけそうな気がしますね。ソロ討伐もね、ムキムキの世界に入るとね、もう私には無理だってなったんですよね。でも倒せるものは倒したい。あ、いけそうな気がするな。お、打ちたい打ちたい打ちたい。よし、この一発は大きい。んー、まだ油断はできないぞ。いけそうです。いけるな、これいける。あー、倒されてしまった。連打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 。これこの一発で OK かな。まだ倒れない。ちょっと進撃の巨人っぽいっすよね。撃破です。やりました。余裕ではなかったな。倒せました、やっつけました。リベンジ達成です。とりあえず姉ちゃんのお母さんに連絡しておきます。ではゲットタイムでいきます。メガエナジー150もらいました。これではまだメガ進化できない。あと1回やらないとだ。ゲットレンジ。おお、
少人数で倒した方がメガエナジー多い方がいいよね。人多ければ楽に倒せるわけですからね。よいしょ、ゲットです。評価はデケ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 デン。というわけでメガ鬼ゴリリベンジ達成です。やりました、まあ、失敗してもねアメちゃんのお母さんがいたので心強かったです。ありがとうございました。というわけでやりました。